皆さんこんにちは、ヒデです。先日東海道新幹線に乗車する機会に恵まれました。今回はその奇跡といってもただ乗車しただけですが、その模様をご紹介していきます。よろしくお願いします。乗車日は7月23日というわけで、のぞみの車内チャイムが21日から変わったので、それを聞くために乗ったというわけではありません。貧乏人の私にはとてもそんなことはできません。ではなぜかといえば、出張で奈良県に行くことになったからです。私が旅行好き、そして電車好きであることを知っている上司がわざわざ私を指名してくれたんだと思います。ありがたいことです。この日はお昼過ぎまで仕事があった関係で、15時3分に東京を発車する光517号に乗りました。出張先の最寄り駅は奈良駅ということで、京都で奈良線に乗り換えるというルートになります。ここで普通の方なら間違いなくのぞみに乗るところですが、それではあっという間に京都に着いてしまい、新幹線の旅をあまり楽しむことができないので、あえて光を選んだわけです。この光517号、京都までの停車駅は品川、新横浜、三島、静岡、浜松、名古屋で、静岡県内の3つの駅に停まるという静岡県に優しい光でした。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。
ました。まもなく静岡です。静岡県の中心都市、静岡に停車です。ここで後続ののぞみ通過待ちのため5分間停車したのですが、通過したのはなんと2本でした。細部までとことん考え抜かれたダイヤだからこそできる神業と言って差し支えないと思います。本当にすごいことです。ちなみに静岡県は日本一のお茶の産地であることは有名ですが、ここ静岡市についてはプラモデルの出荷額でも日本一となっています。天竜川を渡るとまもなく浜松駅に到着です。虎猫さんによってすっかり悪者にされてしまった悪党タワーが見えてきたら、それが目印です。静岡県で一番背の高いこの悪党タワーは高さ212メートルで、45階の展望回廊は1000円払えば行けるそうです。今度浜松で下車することがあったらぜひとも登ってみたいところです。あと浜松は宇都宮、宮崎とトップ争いをしている餃子の街でもあります。もやしが添えられているのが浜松餃子の特徴です。ちなみに県庁のある静岡市よりも浜松市の方が人口が多いことは有名ですが、これについて静岡市は政治の中心という名を取り、浜松市は経済という実を取った、だからヤマハは浜松にあるんだなんて言い方を聞いたことがありますが、本当のところはどうなんでしょうか。浜松を出てからのお楽しみといえば、その面積は静岡県最大、周囲の長さは日本一という浜名湖ですが、東海道線の線路などがある関係で新幹線からの展望は残念ながら良いとは言えませんでした。ちなみに浜名湖はうなぎ養殖の発祥の地で、うなぎ、そして夜のお菓子うなぎパイも別の意味で有名です。ただ夜のお菓子はもともとそういう意味ではなく、忙しい毎日の中で夜の家族団らんの時に食べてほしいという気持ちが込められているんだそうです。名古屋を出てからある程度走るとしばらく建物が続くという景色はなくなり、山間部や田んぼの中を突っ走ることが多くなります。青春18切符で移動するときにおなじみの光景ではありますが、それとは一味違って見えるように思うのは、久々の新幹線で気分が舞い上がっているからというだけでしょうか。名古屋から約50分、田んぼの景色が終わって建物が増えてくると17時37分、いよいよ今回の目的地京都に到着します。約2時間半の光号の旅も間もなく終わりです。乗車してからここまであくび一発出ることなく、久しぶりの新幹線を心から楽しむことができました。今回の出張の目的地は奈良なので、ここから奈良線に乗り換えるわけですが、せっかく京都まで来たということですぐ乗り換えるのではなく、非常に限られた時間ではありますが駅中や駅前を散策してみたいと思います。北口にあたる烏丸中央口では車掌さんの格好をしたキティちゃんのお出迎えを受けます。そしてキティちゃんに見送られつつ改札口を出るとすぐ京都タワーが目に飛び込んできます。この京都タワー、多分偶然だと思いますが、東京オリンピック開催、そして東海道新幹線開業と同じ1964年開業とのことです。京都の新しいシンボルといえる京都タワーですが、古都京都にこんな高い建物ができて街の景観を損ねるなどけしからんという日本で初めての都市の未完論争が起こったそうです。歴史をそのまま残している街だからこそ起こった問題と言えると思います。そして改札を出る前から感じていたのが、とにかく人が多いということです。連絡通路はものすごい数の人であふれ返っていました。
インバウンド需要が大きく戻ってきているということで、外国人の姿もたくさん見かけました。これ自体は日本経済にとって間違いなく良いことである一方、交通インフラの整備が全然追いついていなくて、観光客はもちろん地元住民でさえ通勤通学などの移動に支障をきたしているなんてニュースも耳にしています。今回は自由時間が全くなかったため街の様子は見ることはできませんでしたが、次回はプライベートで来て、こういった社会問題を自分の目で見ることも含めてゆっくり街中を巡りたいと思いました。それでは今回の動画はここで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録などもしてくれると嬉しいです。最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。